ハンス・スワロフスキーは、ハンガリー出身の指揮者、音楽教育家。1910年に、マーラーの公共局第8番初演に、合唱団員として参加。ウィーン大学で、心理学と歴史を学び、その後数々の著名な音楽家に指示した後、シュトットガルトやハンブルクで指揮者として活動する。 1933年にはベルリン国立歌劇場でエーリヒクライバーのアシスタントとなり、1937年から1940年まではチューリヒ歌劇場の主席指揮者を務める。その後オーストリアに戻り、ザルツブルク音楽祭のアドバイザーや、戦後はウィーン公共楽団の主席指揮者などを務める。録音で有名なものとしては、チェコフィルハーモニー還元楽団及び、 プラハ国立歌劇場還元楽団メンバーとのワーグナーのニーベルングの指輪やローエングリンが挙げられる。録音、演奏ともに最高峰の指輪であり、スラブ風の音でも今なお愛好家の評価は高い。ウィーン交響楽団とのマーラー交響曲第5番も王子のウィーンのスタイルを忍ばせる演奏である。NHK 交響楽団にも客演して独特な シューベルトの公共曲第9番などを指揮している。卓越したバトンテクニックを持ち、レパートリーも膨大であったと言われる。講演集とエッセイ集からなる著書、ワラング・デア・ゲシタルト、スリフトン・ンウーバー・ベルク・ユー、ビダー・ガビー、シュティール・ユヌ・インターアプリテーション・インデア・ムジークは、演奏や指揮に関する疑問に答えを導く、バイブルとして使われている。没後は、 ウィーン中央墓地の32飼育に埋葬された。指揮法の名教師としても名高い。ウィーン国立音楽大学指揮科の教授として活躍し、文下にトーマス・ウンガー、クラウディオ・アバド、マリス・ヤンソンス、ズービン・メータ、アダム・フィッシャー、イヴァン・フィッシャー、ヘッス・ロペスコ・ボス、ジェームス・アレン・ガレス、リオール・シャンバダール、ブルーノ・バイル、フリーデマン・ライアー、ジャック・デラ・コートラを擁する。 日本人指揮者では、小高忠明や湯浅拓夫、矢崎彦太郎、大町陽一郎、久保田隆本田里資料、友野有吉らが指示した。http コロンスラッシュスラッシュ www.elg.at スラッシュ iatgm ラッシュ swarowsky.html。ありがとうございます。